どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回もプロスピースやっていきます。はい、ということでありがたいことにね、チャンネル登録者の方が、3000人を突破したということで、いつもねご視聴いただきありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで今後ともねよろしくお願いいたします。セリーグ最強決定戦の結果報告をねしていきたいと思います。果たしてね正位内に入ることができたのか確認していきましょう。ということでこちらですね、終了したイベントの最強決定戦見ていきましょう。はい、こちら1953位ということで、残念ながら、戦意はね切れませんでした。はい、今84勝50敗1分けということでね、まああと2勝くらいすれば戦意内に入れたと思うんですけど、まあその2勝がちょっと遠かったですかね。まあ水曜木曜日くらいはね760位とかで、まあ戦意内目指せるかなっていう感じではあったんですけど、やっぱりねその戦意内に入ってる人のオーダーってすごいんですよね。そう、まあスピリッツはもちろん、7万超えてますし、コンボの方もね9000超えてて、でなおかつ特殊能力の方も、280とかね300いってる人もいたんで、やっぱ1000以内に入っている人のねオーダーってやっぱすごいなと思いましたね。まあそこの壁がやっぱり高かったのかなという感じですかね。はい、で一応ね日曜日に入ってからオーダーをちょっと変えたんですよね。そう、まあそれをちょっと見ていきたいと思います。はい、まずこちらがね前回最強決定戦前に紹介したオーダーなんですけど、まあファーストにね都合選手がいて、サードにロペス選手がいてっていう感じで、でまあベンチの方に総力型がたくさんいて、まあパワーとね総力の方でコンボ組んでますっていう風にねお話ししたと思うんですけど、それをですね、はい、こんな感じで最終日の方はちょっとだけオーダー変えたんですよ。そう、福留選手、宮崎選手、平野選手をねまあ入れて、ちょっとミートとパワーの方でコンボを組むような感じにしたんですよね。まあそれでちょっとだけね順位の方は上がったんですけど、まあ追い上げ届かずという感じでね、戦意内の方は、入れませんでした。そう、この福留選手、平野選手がねちゃんと特訓とかあのスピリッツとかがねマックスに育っていれば、まあもう少し結果は変わってきたとは思うんですけど、まあさすがに間に合いませんでしたね。まあ、ここがねもう少しうまくいってれば、順位の方もね若干上がってきたんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱ悔しかったですね。そこが間に合ってればワンチャンどうだったのかっていう感じです。でこの石山選手をね今長2なんですけど、コーチの方を使ってね極めにしようかなっていう風にちょっと思ったんですけど、そこの最強決定戦に、まあ、しようかなと思ったんですけど、あのエキサイティングプレイヤーの方でね来るらしいんですよね。そう、まあ、なのでちょっと極めにするとまた継承するのもめんどくさいんで、まあ悩んだ結果まあしませんでしたね、極みの方には。まあここをちょっと思い切ってね極みにしとけばよかったのかなというふうにも思うんですけど、そこまでちょっと踏み切れませんでしたね。で選手成績なんですけど、丸選手が一応打率トップという感じになってますね。そう、3割2分4厘打ってます。でその下が、まあ、3割打ってないんですよね。谷重選手がなんと2割9分3厘で、打率2位と、すごいですね。いやこれ嬉しいね。なんかはい、投手の方は防御率があんまりよろしくないという感じですね。まあみんな4点台と、良くもなく悪くもなく、なんか6点台もいなければ2点台もいないっていうね、まあそんな防御率ですね。最多勝は菅野選手と、今永選手の15勝も何気に嬉しい。で途中に入れた福留選手と宮崎選手なんですけど、3割5分4厘と3割打ってるんで、まあこれは成功だったんじゃないかなと思います。最初からねこういう風にオーダー組めてれば、まあ今回の最強決定戦もねもう少しうまくいったんじゃないかなっていう心残りはやっぱありますね。福留選手3割5分打ってるからね。本塁打の方も丸選手が一応1番ですね。30本打ってます。はい、まあ結果報告としてはそんなところですかね。まあセリーグ最強決定戦としての順位はね過去最高ではあるんですけど、やっぱりねここまで来れるんだったら1000以内は入りたかったなというところですかね。報酬の方もね1000以内入るとベスト戦かっていうねアイコンがもらえたんで、まあ、これをね目指して今回やってたんですけど、まあ、ちょっと壁は高かったですかね。まあ、やっぱり次回来た時ねここに入れるようにねまた頑張っていけたらなと思います。そう、報酬だけで言ったらね3000位から5000位の方がいいんだよね。 A ランク自チーム契約書そう、 S ランク10敗より A ランク自チームの方がね何気に欲しいって欲しいからね。まあ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 順位は上がったんでいいかなと思います。はい、そんな感じで今回はセリーグ最強決定戦の結果報告でした。もしよかったら皆さんね、どのリーグで何位でしたっていうねコメントを残していただければなと思います。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピエンス、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。